お兄ちゃんは私の病気を治してやるって、それでお医者さんを目指したんです。国内3例目のアジンとして保護された永井圭さんの模様です。永井さんが失踪する前には研究所内で爆発のような音も聞こえてきました。なんだこれ、政府がアジンを保護してるなんてデタラメ。アジンは人類の進化の鍵となる貴重な存在です。クリザー、まさかあいつ先人じゃない。アジン研究の主導機関である厚生労働省を壊滅させる。ふざけんな。おはよう、君もおいでよ。あんたの好きにはさせませんよ。なぜ人間の味方を切り、もっと楽しめばいいじゃないか。アジンであることを。行け！この戦い終わらない。